こういうことはですね、今度コンピューター化の過程ではですね、プログラムミスで起きてくるんですね。で、プログラムの論理が間違ってたために起きるとか、プログラムのですね、0と1のちょっと書き間違いで起きるとか、仕上げ圧延機ではロールのその設定にミスがありましてですね、ソフトウェア上ですか、ええ、キスキスの状態、キスっていうロールを接触したような状態で、それにストリップ板を押し込んだと。あ、閉じてる時に板が走ってきた、そうです。もうね、クビになるかと思いましたよ。新日本製鉄クビになると。当時八幡製鉄ですけど、覚悟しました。覚悟しました。もうクビをなるだろうと、いつ辞めろって言ってくるかと。すごい大損害ですから、圧延もできませんし、1週間ぐらい止まったくらいですから、今の世の中だったらクビになってたでしょうね。あの当時は寛大だったと思います、会社として。プログラムのどこに過ちがあったのか、膨大なリストの中をひらみつぶしにあたっておよそ半日、前原さんはプログラムの行列を血走った目で追い続けた。計算値の値が良いか悪いかっていう判定をするところ、判定ロジックのところにちょっとそういうチェック機能が入ってなかったんです。そのまま正しいものだと思ってコンピューターが出した値そのままスッと設定してしまったんです。で、機械員がそのまま言う通りに動いてキスしたというか、閉まってる時に鉄がそこにぶつかった、鉄を入れたと。当時前原さんと共にプログラムを作った部下が山本さんであった。彼もまた別のミスを犯したのである。ある時ですね、プログラムをこう変えたわけです。で、まあ、それはいろんなプログラムあるんですけども、プログラムを修正して、それで、自動運転を再開したと。その瞬間は相当大きな音がしましたし、振動もしました。で、私が運転室で、座ってたんですけども、飛び上がりましてですね、その何が起こったんだろうかと。一瞬、まあ、その自分は今度のプログラムの修正で完璧だと思ってたのが、信じてるわけだから、信じてたからですね、もうそれこそうろたえてしまって、何がないかわけわからなくなった。サイドガイドを開くところを狭めた。そこに板を突っかけてですね、それが板が薄ければ板の方が負けて、さっき言ったその蛇腹みたいになるんですが、板が厚かったもんですからね、今度設備をバーンとぶってました。ぶってました。完全に調べ上がるまでにやはり半日は。半日。はい。まあ単純に言えばビットのセッティングが間違ってたと。つまり、1を設定しなきゃいかんところを0を設定してしまったと。わずかもう0と1の間違いだったんですが、これがそういう大事故につながったと。そういうものを職人さんが目の当たりにするとやっぱり、やっぱりものすごく不信感を持たれます。あ、システムに。ええ。どうなさるんですか。だからそれを信頼感を取り戻すためにはかなり時間かかりました。はあ。で、そういう対策を打ったとかね、はあ、細かく説明すると、はあ、で理解をいただくとか。しかし目の前に来たから。自動運転やってる時は立ち会うと、常に。あ、立ち会う。私とか他のメンバーも付き合って、自動運転 やっとる時に突如として手動に切り替わると、まあ、何かがあるわけですね。あ、なるほど。そうすると、まあ、我々とか前原さんたちがそのすぐ運転室に飛び込んでいくわけです。飛んでくるわけですね、飛んでいくわけですね。で、どういう現象があったのか。自動と手動とかいうモードボタンが用意されてましたね。はい、それで自動の方を押すと計算機が使えるなと、はい、手動、手動って書いてありました。手動の方は自分で発電すると、それボタンを用意されてるんです、はい、でそれを選択するのはオペレーターが選択する、作業者が、はい、ハンドルはちゃんとこう手に握っておきながらですね、いつ何かあった時にはすぐ手動が介入できるように。そんなこと聞いてくれなかったですよ。誇りっていうのはあるから、あ、彼らに、うん、熱い板の世界一級の熱い板を作ってるという自負がありますからね、彼らには。自動でやったら板にならんですからね。ずいぶん厳しいことをしちゃいますね。いやいや本当ですよ。ずいぶん厳しいことをしちゃいますね。板にならんですよ。噛み込んでですね、
板が出て逆転すると、はい、それをあのオペレーターの場合だとですね、うん、作業者はちゃんとこう板が出る直前ぐらいからやるテーブルを逆転するんです。なるほど。もう抜けるよとあとちょっとで、ね、で逆転してあまり板がこう逃げないやつと、ずっと向こうまで逃げないやつ、惰性で逃げないやつ、惰性で逃げないやつ、慣性って言ってるから、はい、そういう運転するわけですけど、コンピューターはそれができない。回転、逆転、晴天のあれが遅いっちゅうんですかね。で、テーブルはテーブルで流れちゃうでしょ。ロールをオフして初めて変わったよということで指令をもらって、じゃあ逆転ねというその次のステップに移りますね。人間はあと1メーター残った時にすぐ逆転の方向に切り替えるから、そしたらやっぱり打力でこう晴天に回って逃げて出たところですぐもうこうなってるからストンと入れられる。要するにコンピューターは一つ完了しないとするのがそういうことですね。この板がもう出る直前にはですね、うん、もうテーブルマンは、うんうん、これを逆転かけるわけですね。そうすると、うん、そうすると、そうするとあのこれはもう逆転回ってるんだけど板の惰性でこういってやがてもう戻ってくるわけですね。ですね、うん、ところが、うん、コンピューターの場合は、うん、こうそんなことはできないわけですよ。こう出てからセンサーが感知するわけですから、うん、出てから感知してそれから逆転をかけると、うん、その間板はずーっと行っちゃって遠くに行ってからようやく止まって逆転ロールに乗って戻ってくるわけですね。それがもううまくいかんもんだからやっぱり人間の方が早いと、はい、いうことでどうしてもやっぱり使いづらかったというのがある。だから全部ワンパスワンパスあの手動の赤介入になるわけですね。だからもう途中で介入するんだったらもう最初からやっぱり使いたくないなみたいな感じがあります、ね、最初からコンピューター切っちゃうと。そうですね、最初の方はね。あそこに出てくる皆さんはさ、はい、あの製鉄所の厚板の名人って言われる人たちばっかりなんですよ。3時間インタビューしたのかな。もううんちくが山ほどいろんなうんちく、もうほんの一部しか出せないのが残念なんですがね、うん、もうそれはさまざまなうんちくがあるんですね、この技術には。でそれはまあ吸収するのもそれはエンジニアも大変だったでしょうね。これは小島さんの手帳、前原さんや山本さんが最も重視した資料の一つであった。小島さんは昭和26年に八幡製鉄に入社して圧延工の道を歩んできたが、手帳には長い間に蓄えた圧延ノウハウが克明に記されていた。大きさ、成分、温度など様々な条件の下で最も有効な圧延方法が数値やグラフで記されている。小島さんが仕事の後で日々整理した手作りのデータベースであった。これはもうとにかく時間かかりましたよ。それ作るまでが、はい、もうこのおつばんなんか帰ってから2時ぐらいまではこの記録していったものをグラフ用紙の中に整理して、朝一番に行ったらまたこう1時間ぐらい前へ行ってこう書き写したと。それでやったんだから今日のが薄くなったとか残ったとかいう時にあの時の条件はというのを命令に書いてですね、で寝てからじっと考えるとあれは間違いなかったとか、あるいはやっぱりあれやっぱ温度がおかしかったとか、そうでないのは何でやるっていう時にはこの成分をね、実際の成分を聞いて何がどんだけ入っとったのかというのを比べ合わせて手帳に控えていましたからね。あ、それ写させてもらって、写させてもらって、やっぱり小島さんに習ったんだから。だからベースはもう小島さんがね、このベースがもう一番先にあったんだよ。だから今もその予測式をコンピューターの中に覚えさせておくのに、はい、ある程度モデルになったかもしれんけども、はあ、最初は私はまあ自分の仕事をうまくやるためにやっただけです。あ、自分の技のために、ええ。これは昭和48年に完成したプログラムリストである。1冊500ページの台帳30冊に17万行の命令と数値データが入っている。エンジニアたちの作った数学モデルと名人たちの経験や勘が融合して厚板の自動制御が完成したのである。オペレーターがいたということですね。優秀なオペレーターがいたと、うん、その人たちの圧延の成果というものをきちっとフォローしてそれを追い越すという熱意というものを支えられてできたんじゃないかなと思いますが、ある意味でその、使わないって拒否されたからなお一生懸命やったっていうのは、はい、はい、その頑張りがあったためですよね。諦めないで。圧
ついたの自動システムは一度に完成したのではなかった。エンジニアと職人たちが一丸となって改良に改良を重ねてきた結果である。今ここは世界一級のコンピューター化工場と言われている。製造工程を自動化するコンピューター、つまりこれプロセスコントロールコンピュータープロコンって、あの君津先生は言ってるんですけどね、はい、プロコンに指示を与えるコンピューターがまたその上にあるんですよ、うんうんうん、これが生産管理のコンピューターなんですよ。生産管理と言いますと、というのはそのお客様の注文と納期、これを全部勘案してですね、この鉄はどこの工場でどういうふうに作れと、どういうあの製造スケジュールで作れ、これはお前のところでどう作れ、お前のところで作れと、こういうふうにして生産の指示を与えるコンピューターが、あの中央コンピューターとしてあるんですよ。マネージャー役みたいな。マネージャー役ですねなんせね、はい、新日鉄が作ってる鉄の種類っていうのはね、まあ、サイズ別にいろいろあるんでしょうけどもね、なんか10万超えるんですって。厚板の種類だけで8000種類なんですって。そういうもうさまざま複雑な、みんなしかもこれ注文生産ですからね、その注文生産を効率的に生産するにはどうしたらいいかっていうのをコンピューターが計算してくれると。それでその生産の指示を与えると、同時に進捗状況を把握すると、それで突発事故に備えると、あるいは急に A 社がですね早めてくれって、生産を早めてくれなんて時にじゃあどうしたらいいかと生産計画を変更するわけですね。その時に人間がしたらとてもじゃないけどできない仕事をコンピューターがさっとやってくれて、じゃあ、生産計画をこう変更してこうしましょうっていう指示を確実にやってくれるっていうコンピューターがあるんですよ。ところがこれね、実は歴史的にはですね、これが一番最初だったんです。これは昭和30年代の建設現場。伸びゆく高速道路には膨大な量の厚板が使われ、タンカーなど超大型船も厚板で作られた。厚板を溶接して鋼鉄の箱を作り、それを組み合わせることで能率よく船体ができた。石油化学コンビナートのタンクにも厚板が使われた。こうして高度経済成長が進むにつれ、日本の厚板需要が劇的に急増したのである。昭和40年代初めの八幡製鉄所、ことの厚板工場はすでに生産が需要に追いつかなくなっている。どんどんああやって作ってその後で切り売りしてるんだろうと思われるでしょうけども、実はあれは一個一個全部注文生産なんですよ。だから一枚一枚厚さとか幅とか長さがですね、図面でも前もって決まってるわけ。そうするとね、厚板でもどこの造船所で作る船のどの部分にはめる板っていうのはみんな決まってるわけ。でこの板ができ損ないますとね、ここだけ窓が開いてしまうようなことになりかねない。いや実そういう経験があるんですけどね。でよく商社の若い方が、私の注文は作ってますか、できてますか、どこにありますか。ダメなんですね。え、たどれないんですか。たどれない。非常に広いんです、倉庫の中は。はそうそういうその製品の山がね、何十山ってあるわけですよ。鉄の板が、はい、どれを出したのか、どこへ置いたのかもう分かんないですね。ワンプレートのですね平均単重が2トンぐらいです。鉄の1枚板が1枚が平均平均が5万枚あるんです。手じゃ動かせないものが山のように積んであったらですね、はい、皆目見当つきません。帳面は作ってあるんですよ、はいはい、それでまず帳票から探すわけですね、はいはい、どこの山に入っとるかと、うん、こう言って探さなきゃ分からない。分かりません分かりません分かりません。それを何十年もやってますから、花から増産しないですね。これ以上作ったらもうえらいこっちゃと。それでその注文品をいかにきっちりその追っかけていってですね、うん、何月何日の納期までにですね、うん、きっちり作れるかっていうことが非常に大きな課題だったんですね。昭和40年代初めの八幡製鉄所では生産管理のためにさまざまな工夫を凝らしていた。大型コンピューターが生産実績から割り出した指示書を容器に入れてパイプで各工場に送る帰巣管のシステム、帳票を入れた容器を圧搾空気の力で工場に送り届け、それを今度は人間が必要な場所に配って歩いた。給仕がみんなカバンに積んで、で雨降りはカッパをかぶって、でそのみんな配達してあるから、朝昼晩自転車で。朝昼晩、朝昼晩、やっぱり1000や1500いたんじゃないでしょうかね。もっといたかもしれません。400万坪あるわけですからね。でしかも工場がいっぱいあるわけですから、私どもが必要としている
リアルタイムにそのものを管理し、リアルタイムに処置を決めていくという考え方からしますと、どうしても限界のあったやり方でやったわけです。一品一品をですね、板一枚一枚を全部コンピューターで記憶して、それでその製品、この材料の置き場からですね、最後のその出荷の倉庫に至るまで、全部そのコンピューターで追っかけてやろうと、こういうことを考えたんですよ。でこれをまあオールオンラインシステムという名前で呼んだんですかね。これがオールオンラインシステムの原型になった機密厚板工場マスタープランである。新しく建設される工場では生産管理にオンラインコンピューターを絶対に使うべきであると説いている。これを立案したのは八幡製鉄所の若きエリートたちであった。彼らはこの本事務所で計画を練り、本社の常務会を説得するために上京した。コンピューターの課長の言うことは誰も分かりませんからね。あ、コンピューターそのものがまだ新しかったから。新しかったから、で銀行にだってコンピューターありませんしね、でソフトウェアハードウェアっていう言葉がないでしょ。言葉そのものがね、言葉が、ソフトウェア何、アイスクリームじゃないだろうな。そういう時代だからなるほど、コンピューターの課長を味方につけといて、そう、これが煙幕張りますからね。いかにもできそうな気がします。聞く方は将来のためにも厚板工場でこうやっとかないといけないですよ。中もう一人販売の課長も一緒に出ていただいて、こうやってこうやってこうやってくれたら、わしは今よりも5割余計売るって言ってくれるわけですよね。前提が、販売としての前提があったわけですよ。どうしてもね、やっぱり40メートル厚にやら、50メートル厚にやらないとね、その要するに MK との競争が、競争に勝てんという、今富浦なんかがね、そうしたらね、50メーターですかって言ってるね、40メーターまでですねとか言ってたからね、まあそれでもいいと。だからあれ一本道なんですよ。出てから倉庫に入るまでまっすぐ走って、追い越しが起こらないと。それはなぜかと申しますと、そのやはりあのコンピューターでいろいろデータ処理をするために、なるべくあの物がですね、あちこちにこう出入りがないように分かりやすい流れにしようということで、直線だと。というのは40メーターか50メーター発電、50メーター発電しようというとね、この50メーターのものがこうダーッと行くわけでしょ。ただね、やっぱり7、80メーター以上のね、あのロールガングチルティングテーブルがいるわけですよ。ローラーテーブルが。千葉県君津市ではすでに埋め立て工事が始まっていた。昭和37年に埋め立て開始、全国の大型浚渫船を総動員しての大工事である。厚板工事を中心に溶鉱炉から製品までの一貫製鉄所を建設するには広大な敷地が必要だったのである。ちょうどその頃東京オリンピックが開催された。この時活躍したのが競技結果の速報システムであった。各競技場に置かれた入力装置に競技の結果を入力すると、電話回線でデータセンターに送られ、コンピューターが順位を確定し、それが世界記録かどうかを計算して送り返した。これを担当したのが当時日本 IBM のシステムエンジニア、竹下徹さんであった。東京オリンピックに使われたリアルタイムシステムについては、優れた先駆性と応用性を持ち、あのプロジェクトをやり上げたためにですね、それ以後その日本で急速にオンラインシステムですね、これの導入が早まったわけです。それまでの当時のコンピューターはバッジ処理っていうのがあの中心のコンピューターだった、でバッジ処理っていうのはどういうことかというと、あの時々まとめて一括処理と、時々まとめて一括処理と、ですからまあ、ある定期的にですね、こうその処理するものを持ってきて、計算機にかけてバーって一気にやって結果が出て、でまたしばらくて資料材料集めて、時々集めて一括処理するっていうのがバッジ処理なんですね。で速報は時々刻々ですから、出なきゃいけないわけですね。そんな時々まとめて一括処理っていうのは、じゃあとてもじゃないけど速報はできない、でところがその、竹下さんご苦労なさったのは、そのためにはですね、バッジ処理のためのオペレーティングシステムっていうのは、バッジ処理のためのオペレーティングシステムはあったけれど、時々刻々連続処理のためのオペレーティングシステムはなかったんですよ。それをお作りになったと。
でオリンピックの速報っていうのはそれで成功したわけですから、ですからこの成功がやがてですね、産業界に、そのオンラインリアルタイムの処理というのがですね、普及していくきっかけなんですね。それでいろんな会社にこういうシステムを構築してやりたいから協力してくださいということをお願いしたときに、残ったのは日本の1社とアメリカの1社だけで、でそのうち日本の1社も辞退されて、それはコンピューターメーカーって言うんですか。はい、それでアメリカの会社、まあこれは名前申し上げていいのかどうか、 IBM ですよね。はい、で私は私でですね、その非常に安易な考えがありまして、鉄鋼のオンラインだろうと、それじゃあね、アメリカやドイツ行きゃ、鉄鋼の先進国ですから、このくらいやってらんねえと。だから我々は分かんなくてもね、ドイツやアメリカにあるノウハウを持ってくればね、これできるんじゃないのと、こういう安易な考えがあるわけ。モデルがあるだろう。モデルがあるだろうと。ね、それでですね、すぐね、ほいと社員ね、向いて勉強してこいって、ね、送ったんですよ。そしたら、数週間だと思うけども、正野がして返した。知らんのとこありませんよって、どこも。アメリカの取締役会かなんかで報告されたら、誰もそんなことができるもんかと、こう言って取り合ってくれなかったそうですね。ということはアメリカでもなかったということですか。これでね、私も顔色変わったん。しかもね、1年足らずに動かさなきゃいけないんですよ。どうしよう。そしたらね、うちの若い社員ね、じゃあやりましょうよって言ったらね、当然のことは。で、お客さんも燃えてるわけですよ。よしと IBM やってくれるかって言うんでね、こうするとこれはね、引っ込みつかないよね。だからユーザーサイドはですね、そういうものを、そういう基本ソフトが揃って、その下にアプリケーションだけを作ればいいというのが普通のコンピューターの使い方な。それが理想なんですね。ね、理想なんです。ところが、当時はそこまで全部揃ってなかったということで、一部そういうその OS 的なものを作ってもらわないといけない。工場とコンピューターセンターの間で通信線で結んでデータをやり取りして計算して送り返して送り返して計算するみたいなことに、もう時々刻々やらなきゃいけないわけでしょ。そのための OS はないわけですから、それを作らなければいけなかったと。でその OS を前提にして、それで言うなれば時々刻々連続処理のためのオペレーティングシステムを IBM が作ってるくれるってことを前提にして、新日鉄の皆さんはその上に乗っかる、その上で走る、生産管理のアプリケーションソフトを作ったわけですね。工程管理が、抜群だという人を3分の1、なるほど、だから作業の分かる人を3分の1、コンピューターの分かる人が3分の1、あとは用意どんで教えると。昭和41年11月、八幡製鉄本事務所の一角でシステム部隊の勉強会が始まった。最初のメンバーは30人であった。コンピューター屋さんは一人しかいないんです。あとは全くコンピューターを知らない人を集めていただいた、意識的に。多少の知識は？まるっきりありません。私と一緒にやった連中もみんな20代ですよ。若い。若いです。はあ。それも、大学では 2,3 名で、あとは、高卒の、優秀なる高卒の方々でしたけれども、全部理解されましたね。それは見事なものでしたですね。はい。それまでは事務屋さんだったんですね。そうです。全くその通りです。で、事務屋も私は普通高校ですから、特別の専門のことをやってたわけじゃなくて、毎日毎日座学でした。今日は生産管理の勉強するから、君の今までの技術を全部厚板をどうやって君のセクションでは処理するのか教えてくれと。君が先生だと。君が先生だということになるわけです。で、一方で半日間はコンピューターの勉強するわけです。十分理解なさっては。いえいえ、これがだから加えるとか、ここにスイッチをつけるとか、なんてなことから始まっていく、もうあるわけです。そのやる手法としては、そんなのも全部日本語でやって、そして、自分の担当した部門をまた座学です、発表するわけです。これは船木さんの作ったフローチャートの見本、ソフトウェアの設計図である。開発メンバー全員が分かるようにコンピューター言語を使わずに日常の言葉で書いてある。それでも初心者には難解な作業であった。僕はもう一生懸命それをこう書いたつもりでこう説明しますとね、そのリーダーが、山君これはフローチャートじゃないよと、いわゆるコンピューターのフローチャートじゃない、君のは作業フローだと。作業なんですか。作業フロー。作業フロー。人の動きとかですね、何だったかって、そんな
あのフローチャートこれじゃあのプログラムを作ったって動きはしないと、もちろんプログラムはできないよと。なぜそういうことをやってるかっていうと、うん、後で彼らはバラバラに各あの工程のプログラムを担当者に変わっていくわけですから、その時に、そのプログラムのロジックの中に、生産管理の問題、技術管理の問題、工程管理の問題、全部そのロジック抜け目なく入れなきゃいけないから勉強してるわけですよね。えらい急な階段がありましてですね、ここで足を踏み外してその階段の角で頭をぶつけて死んだ方がいいのかなというふうにはやっぱり思ったことは、本気にあのそういうふうに思ったことがありますね。辛かったですね。あ、辛かったですね。何が一番辛かったんですか。分からないんですね。あのもう今あの町の本屋さんに行ったってコンピューターの本はたくさんありますし、山ほどありますもんね。その頃はもう何にもありませんから。例えば物を生産するときっていうのは納期を半分にしようと、早く作ろうっつって人を倍にしたらよかったと、だから人月を倍にしたらよかったということですね。ところがね、このソフトウェアはそれが通用しないと、早くしようと思って人を例えば倍に増やすと混乱がかえって起きると納期が半分なんかならないと。それはもう例えばその新しく来た人にですね、このシステムはどうなってんだとかってことを教えなきゃいけない、それからそのいろんなもういろんな分担する場所がいろいろありますでしょ、分担するそれぞれがですね、その相互に密接に関連し合ってるもんだから、だから一つ変えたらこっちも変えなきゃいけない、あっちも変えなきゃいけないっていう具合にしてですね、で人を増やしたからってね、ソフトウェアっていうのはね、のその生産はですね、短縮できませんと、混乱が増すかも分かりませんと、でそういう有名な論文がありまして、でそれに思い出しましてね、なるほどそうかと。それはやっぱりあのそういう混乱を回避する方法が一つはこういう方法だったのかなと思ったんですよ。自分の業務分析をして、それで日本語でフローチャートを作ったものをみんなで集団で検討すると、でみんなが同じ問題意識と知識を共有すると、ということですね。でそういうことによって、その誰その自分は何のためにどの部分を何のためにやってるかってことを十分それぞれが熟知した上で、あのそれぞれが分担をしていくという方法を取ったわけですね。それが8ヶ月かかったそうですよ、そういうことだけに。その代わり、コンピューターに乗せるにあっという間に終わったそうですよ。昭和42年秋、機密のついた工場は急ピッチで建設が進んだ。計算機センターの建物が完成し、アメリカから輸入したばかりの IBM システム360が搬入された。計算機の調整が入念になされた。計算機センターが完成し、システムが立ち上がった。いよいよ厚板工場の赤通しの日が近づいた。計算機センターと厚板工場の端末が回線で結ばれた。一番あの私のはやっぱり心配したのは、その思わざる異常例外がどっかで起こりはしないだろうか、それに対してそのコンピューターシステムは十分な対応が可能かどうか、あれその時人間が介入した場合には今度は人間によるその人為的なミスが介入していく気がしないか、それはもう心配はたくさんあったわけです。本当に動くだろうかと、工場全体が信じきれてなかったと思いますよ。なぜなぜって言われても分かんないけど、どこが不安だったんですか。一番最初は初めてだからということですよね。むしろソフトのね、漏れがあるってことは、まあ、当然心配してましたよ。帳票なんて1枚もないんだもん、みんなコンピューターの指示の通り作業してんだから、それがみんなブラックオフしたら何していいかわからないんで、これで工場 全工場休止ですよ。万が一にもダメだった時にはもうそんなプログラマーもコンピューターもないと、もう手に手にソロバンと大副帳を持ってですね、人海戦術で当時は人いっぱいいますからね、飛行機1台分ね、工程員をつけて、もう現場に工程員をスズメのように並べさせて、工場には大副帳とそろばんを入れて、とにもかくにもお客には物を届けないかんと。昭和43年3月、厚板工場の赤通しが行われた。運転室のスイッチを入れると、中央計算機から生産指示が送られ、画面に文字が現れた。
その画面を確認するだけでオペレーターは目の前のスラブをどのように加工するかが分かった。加工が完了してスイッチを押すと、中央計算機が次の運転室に情報を瞬時に送り届け、人々は製品の加工状況を常に画面で把握できた。オペレーターがボタンを押すだけで製品の工程管理が確実にできるようになったのである。ああ行ったかっていう感じだけれども、しかし嬉しかったですよね。感激ですよね。僕が書いたプログラムでもこういうことが目の前にですね、こうテレビとか出てくるんだ。で、ある一定期間経ってね、倉庫にある在庫品がありますね、はい、その在庫品っていうのはコンピューターで全部認識してありますから、どういう板が何枚あるっていうのはみんなコンピューター吐き出してくるわけですね、はい、本当にあるかと。なるほど。嘘じゃないかというのを全部調べたんですよ。今度にまた人間で、はあ、あったコンピューターシステムがそれだけの成果を上げるということは、実は生産管理部門で厚板の生産管理を担当している人たちから品質管理を担当しているグループ、組織の人たち、それから長続く工場の人たち、本当はソフトを作ったのは、あるいはコンピューターの構成を考えたのはそのコンピューターグループの連中だったんですけれども、実際にコンピューターが自分たちの仕事の一部、厚板工場の血となり肉となっているのは俺がやったんだと工場の人たちは自分で公然と言ってましたよね。これはね、大体こういうことを作ったのは、先ほどジェネラルエレクトリックとかウェスティングハウスって申し上げましたけど、電気屋さんでしょ、はい、私ども自身がやったんですよ。あ、つまりユーザー自身がそのコンピューターのシステムってのやって、でアメリカの鉄鋼業の場合にはそこまで一生懸命ではなかったというか、徹夜さんができなかった、あんまりしなかった、できなかった、できなかった、ね、やっぱり時代がそういうものを誰かが思いついて誰かが実行する時期にあったと思いますよ。だから誰かがやったはずですわ、遅かれ早かれと思います。そばさんがやらなくても、はい、誰かで、ほんの50歩100歩だと思いますね。ただ運が良かったものがやらせていただいていい思い出を手にしたっていうだけだと思いますよ。必ず左ウィングにの窓側になりますと、まあ木更津上空で君の製鉄所が見えるわけですね。青い私どもの作った製鉄所ですけれども、やはり必ず言いますけれども、まあ熱いものがありますね。ここは現在の君津製鉄所中央計算機室、24時間製鉄所の頭脳である。昭和43年厚板工場に始まったオンラインシステムは、君津製鉄所すべての工場を結ぶ生産管理システムに拡大した。熱塩薄板工場、薄板を加工して作る大口径のパイプ工場、冷塩工場、ここでは自動化が進み200人の要員が10人になった。片鋼工場、洗剤工場、メッキ工場など全部で20の工場。こうした工場群のコンピューターと中央コンピューターが連携して、生産管理から自動加工までを一貫して行うことができるようになった。巨大なコンピューター製鉄所が実現したのである。そういうのが何冊ぐらいあるんですか、全体で。ダンボールに入れて数えた方が早いんじゃないかと思うんですけど、ダンボールに入れていくのぐらい、何個ぐらいですか。この部屋に入りきれる。あ、この部屋全体で入りきれないぐらい。1000冊、はい、それが1000冊ぐらい。そうです、私が入社した頃、まあ20年ぐらい前はですね、こういう今こういう機能をこういうふうに直したいんだけどと、例えばその実務部門から要求があればですね、例えば3人くらいの人が集まると、あのプログラムのこう直せないか、あそこをこう直せないかというのが空でわーっと出てきて、そこをこうきちんと直せばそれでその対応は終わりだったんですね。ところが今はそういうことが空では分かりません。
何人の人間呼んできてもですね、もうその人々の頭の中に入っている部分だけで済まなくなっておりまして、一つのところをある必要でいじると、その影響がその2000万ステップのどこに現れるかというのがもうきちんと抑えきれないような状況になってくるんじゃないかと。中央集権的なコンピューターシステムを理想として作ってきたわけですね、うんうん、ところがそれがあまり巨大になりすぎちゃって、うんうん、なんかソフトウェア変えようったって、うん、さてそれはどこを変えたらいいんだって、あっち変えればこちらが立たずという状況になっているというわけですね、うん、ですからこれをもう一回今度ね、うんうん、分散型にする必要があると。そのためしかも、うん、好都合なことに今度はそのコンピューター能力がどんどん上がってますから、うん、それぞれがね、それぞれの工場で分散型のコンピューターを作ってもその能力が高いから、うん、いろんなことは工場単位でできるわけですね、うん、でそれで重要なことだけは中央で管理しようと、うん、だからコンピューターの能力の発達と同時にまたそういうそのシステムの作り方も変わってくるんだと思うんですよね。